一番チャレンジしたいなと思うのはパブリック事業部の中で地方創生で、はい、丸です。もう誰もコピペがすることができない強烈な原体験なんですね。どうもしゅんです。こんにちは。みなみさんこんにちは。はい、みなこんにちは。やっほー。はい、ということで今回は合格者面接シリーズということでパソナという会社の合格者の方に来ていただきました。松田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で今回はパソナの採用担当としてみなみさんには面接をしていただけたらなと思います。はい、では面接をよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速始めていきます。じゃあまず1分間程度でいいので、はい、学生時代頑張ったこと、自己 PR があれば、教えてください。はい、わかりました。学生時代に一番頑張ったこととしましては、海外渡航計画を計画しまして、学内の選考を勝ち抜いてスウェーデンに約1ヶ月渡航したことになります。そちらに関してはスウェーデンに現地の主体性教育を学びに行くという目的で小中高計5校に約1週間ずつ訪問視察をしました。自己 PR としましては、私はそのような経験から一つのことに情熱を持って取り組むという人間であるというふうに考えております。オープンキャンパスという大学の PR をするような高校生が来るようなオープンキャンパスというイベントが大学であるんですが、その運営をさせていただいた時も運営リーダーとして約20人をまとめていろいろな施策を行って成功させたというような経験があります。以上になります。はい、終わりました。ですね、今学知課でおっしゃってくださった選考の部分って、これ完全に一人で行ったことですか？一人で完結した内容というか。はい、完全に一人で計画をして実行したものになります。なるほど。勝ち抜けた要因って何だと思いますか？はい、そうですね、大きく2点あるかなと思っておりまして、まず1点目はその計画を練る段階でその計画を実行可能性というところを選考官に見ていただいたところかなと思っているのと、2点目に関してはその計画を実行したときにこの人はこう将来その経験を生かしてくれるだろうかっていうところの将来性をに見ていただけたことかなというふうに思っております。その2つって具体的にどういうことなんですか？はい、1点目の実現計画の実現可能性に関しては、実際に現地のスウェーデンの学校とアポイントを取って、こうすでにアポイントを取っているので、この計画を実行することは可能ですというような、ものを計画書に書きました。で、2点目の、この人は将来的にこの経験を生かしてくれるかに関しては、計画書を私の長期インターンシップをしているんですが、そのインターン先の先輩などに見てもらって、この計画と将来の自分のやりたいことが結びついているかというところの論理的確認であったりとか壁打ちをしてもらったというところになると思います。承知しました。では、今までいろいろエピソード話してもらったその留学のことだったりとか、はい、オープンキャンパスのリーダーだったり、はい、まあインターン企業でのインターンだったりっていうエピソードの根本にある自分の、モチベーションの源泉というか、自分の価値観というか、自分に何が喜びを感じるのかってところを教えてもらってもいいですか？はい、私が一番喜びを感じることに関しては、自分が興味があることであったりとか、やりたいなというふうに直感的に思ったことに、足を一歩踏み出して行動するというところにモチベーションを感じる人間かなというふうに思っております。具体的にどういうことにやりたいなっていうふうな感情を抱くんですかね？はい、そうですね。まだ自分の知らない世界であったりとか、自分が課題として感じたことに対してだというふうに思っております。例えばなんですが、長期インターンシップに関しても、私のこう両親の経験であったりとか、高校時代までの経験から、こう家族の問題であったりとか、こう働き方の課題感っていうところを感じていて、ただ勉強としては高校で学んだことはあったんですが、実際にリアルの場面ではどうだろうというところ気になって、その会社に応募したというところもありまして、そのようなエピソードから自分の課題を感じたところにモチベーションを感じる人間かなというふうに思います。わかりました。じゃあその流れで志望動機も聞いていきたいんですけれども、実際
弊社を志望してくださっている理由を教えてもらってもいいですか。はい、大きく2点ありまして、まず1点目は私のビジョンである働くことにおいて輝けるような環境を提供したいというものがあって、それを御社では一番実現できると思っているからです。2点目に関しては御社の社員さんと一緒に働きたいからです。御社の社員さん6名ほどに OB、OG 訪問させていただきました。その中でこうどの社員さんたちに共通して言えるのが、他の会社さんよりも私の思いに向き合ってお話をしてくれるなというふうに思って、こう他社とも比較したときに、御社の社員さんと一緒に働けたら、私のビジョンであるものであったり、会社の理念などにも達成できるかなと思って、この2点で志望しております。実際、先ほどおっしゃっていただいた自分のモチベーションの、源となる部分と、この志望動機の部分のつながりが今、ちょっといまいち感じられなかったんですけど、もう少し補足して説明してもらえますか。つながりの部分を教えてください。はい。私のまずビジョンであるところからご説明させていただきたいんですが、これは高校時代からこう、もやもやを抱えていた部分でありまして、私の母の経験になってしまうんですけれども、私の母が一旦、すごく、私の年が離れた兄弟がいるので、その都合で仕事を一旦辞めたことがありました。そこでこう一度辞めた際に、なかなか母へのモチベーションであったりとか、そうですね、生きる上といったら大きいことになってしまうんですが、モチベーションが下がってしまったことがあって、そこで母は自分で事業を起こして、自分で事業をやっているんですが、やっぱり仕事って、その人にとっての生きがいになるんだなというのをその母の様子を見て感じました。なのでそれで環境要因で仕事に自分が合ってないであったりとか、仕事が見つからないというような課題を感じまして、やっぱり働くっていうところは生きるっていうところにも大きくつながってくるんじゃないかなと思って、それを一番、ビジョンを体現しているのが人材業界の中でも御社だと思ったというようなつながりになります。なるほどなるほど。結構ですね、弊社の仕事としては、仕事を要は探している人に対して、要はこんな仕事もありますよっていう、提案をしていく形なんですけれども、松田さんが、今までの人生で人の悩みの相談を乗って何か提案をしたこととか何かありますか？はい、そうですね。悩みに提案したこととしまして、私はアルバイトで塾講師をしておりまして、主に中高生を教えています。特に、高校生の高校3年生の受験期の、子を持つことが多くて、その悩みとして、やっぱり、大学の進路であったりとか、学部選びをどうしようっていうところを悩みとして相談されることがありました。そこで、提案したこととしては、主に2点あるんですけれども、まず1点目に関しては、学部を選ぶ中で、対話をしながら、その子が一番興味があるものを、興味がある分野を一緒に話すというところで寄り添えたかなと思う点と、まず2点目としては英語の授業だったので、英語の長文の中からいろいろな分野の英長文を扱って、1日ずつこれはどういう感想を持つかであるというのを授業の中で扱った、この2点で寄り添えたんじゃないかなというふうに思っております。なるほど。じゃあそうやって人の悩みに寄り添った瞬間において、自分が嬉しかったことと、辛かった、悲しかったことの両面があれば教えてください。はい、そうですね。人に寄り添って、嬉しかったなというふうに感じることは、やはりその、先ほど申し上げた子なんですけれども、その生徒は、結果として、自分のなりたい、経営を学びたいというところで、卒業して、今、大学生になっているっていうところで、言うとやっぱり自分が少しその人の人生の力になれたなというところで喜びを感じるなというふうに思いました。一方で寄り添う点において悔しいなというような感じた点なんですが、同じ塾講師のエピソードとして、中学3年生を教えていたんですが、その子が発達障害というところを伝えられておりまして、やっぱりその子との対話がうまくいかずに、塾の塾長の方ともお話をするんですが、どうしても勉強しなさいというようなものしか言えずに、もう少し勉強という枠にとらわれずに一対一でお
お話をできたらなというのは思っていて、なので人に寄り添うことは喜びだけではなくて、なんて言うんでしょう、葛藤というところ も生まれるなというところは悔しいと思った点です。ありがとうございます。なるほど。実際、弊社にですね、入社していただいた場合、どんなことにチャレンジしたいですか？はい、一番チャレンジしたいなと思うのは、パブリック事業部の中で地方創生で県であったり自治体から委託を受けるということがあると思うんですが、その中で自治体の中の人材であったりとか企業支援というのにチャレンジしたいなというふうに思っております。それはなぜ興味を持ったんですか？はい、企業支援というところであったりとか自治体の委託に関して興味を持ったなという点は、私はもともと人材業界っていうのはただ人と人をマッチングさせるようなものだけかなというふうに思っていたんですが、こう御社について社員さんのこう OB 訪問だったりとか説明会を聞いた際に、こう県であったりとかもう少し規模が大きいところからの仕事っていうのもたくさんあるんだなというふうに感じて、その点でこうただ自分が人と人をつなげるというだけではなくて、それをこう自治体規模として自治体のためになるような人材のお仕事をできればなと思ったからです。わかりました。最後に何か一言があれば教えてください。はい、本日はまずお時間を取っていただきありがとうございました。私は一つのことに情熱を持ってこう力を注ぐというふうに申し上げたんですが、御社の仕事の中でも人材という枠組みにとらわれず地方創生であったりとか様々な新規事業なども行っているので、そちらの方でご縁があったら力になれたら幸いです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、手振りお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、じゃあ南さん早速札の方お願いします。はい、丸です。おめでとうございます。ありがとうございます。理由を知りたいですね。理由はですね、物事に対するやる気モチベーションが高いなというふうに感じました。だ、要は努力できる人間だなと。例えば留学に選ばれるために選考に通るぞって目標を決めたら、そこに対するガッツみたいな部分の情熱を感じました。すごく良かった点で、なおかつそのガッツの面なんだけど、塾講師の時の生徒に対する悩みの相談に乗って提案をするって話をした時に、喜びと同時に僕は悲しい悔しいの方も聞いたんですけども、ちゃんと出てきた悩みを聞いて相談を受けてアドバイスをしてっていうところで喜びも感じる一方で悔しさを感じることもありますっていうところ、そこがこれはもう本物だなと。真剣にこう物事を取り組んでいるからこそ全部が全部ハッピーエンドなわけではないんですよね。そこには悔しさとかそこには葛藤とかがあって当然なので、そういう経験をしてるってことは物事に真剣に取り組んだ成果だなっていうふうに感じたので、そこはすごく熱さを感じました。でさらにそれに加えてお母さんとのエピソードですね。仕事というのが人生を支えている生きがいなんだなっていうところに気づくことができた。これってもう誰もコピペがすることができない強烈な原体験なんですね。こういう原体験があるからこそ仕事とは人生とはってところに本当に興味があるんだろうなってところで、志望動機も本当に志望してるんだろうなっていう本気度が伝わってきた。仕事を探してる人と働く人を探している企業のそれぞれのニーズを聞いて世の中にこういいマッチングを生んでいくっていうビジネスをしてるんですけれども、今後もうちの会社の仕事を任せられるなっていうふうに安心したっていう。ありがとうございます。改善ポイントはチームでどう役割を発揮してるかなっていうところを気にしているので、個人のエピソードだと若干リスクはある。ただし人材業界においては個人として仕事を探している人の悩みを聞いて働く人を探している企業とマッチングさせるっていうのは結構一人で完結するケースも多いので、人材業界ならマッチングはしてると言えばしてる。だけど他の企業に関して言うとチームでの自分の役割とか価値とかを見られるので、そのチーム性ってところはこのエピソードではちょっと感じにくかった。その場合はこう他のエピソードでチームのエピソードを話した方がいいですか？だけれどもやっぱ浅くなっちゃうので、やっぱ一番は自分が辛くて壁にぶつかって挫折をしたけれども逃げずに立ち向かったってエピソードを絶対に喋るべきで、その中で実は面接を手伝ってくる友達を増やしたりとかいろんな人を巻き込んでるはいるので、その一人で全部完結したと思わずにどうやって人巻き込んでってやったかなっていうのを話すといいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。松田さん的に合格したポイントってどこにあると思いますか？
まず1点目としては一貫性を持たせることだなというふうに思ってます。自分はどんな人柄でそれが志望動機にもなるべく沿うような形で話すっていうところかなというふうに思ってます。2点目に関しては結論ベースっていうのを本当にみんなよく言うんですけど、それを実際にできることかなというふうに思ってます。確かに大事ですよね。3つ目とかってありますか？ガクチカの方を 120% で話して、志望動機の時間をなるべく短くなるようにガクチカをたくさん質問してくれるように落とし穴を作るっていうところですかね。お、南マインドちょっと浸透してます、もしかして。だから以前落とし穴アドバイスをしているから。じゃあある種1ミリぐらいは南さんのアドバイスでいろんな会社を受かったっていうところはあるとですね。何ミリぐらいですかね？100ミリぐらいです。結構あります、100ミリ今就活してる人が見てくれてると思うんですけど、そういった方へのアドバイスとか、こういうのはやった方がいいっていうようなことを教えていただきたいです。やった方がいいこととしては赤字を踏むこと。私も最初にやった時は本当にボロボロで全く受からない状態だったんですけど、いろいろな方と面接練習をさせていただいたりとかをして上達したかなという点と、だけではなくていちいち振り返ってここがダメだったからこうしようっていうことを繰り返すだけでも、どんな質問が来るかっていうのを、なんか棚があってそこから自分で引き出しを取るような感覚にだんだんなってくるかなと思うので、皆さん頑張ってください。お、集団と個人で意識した違いがあれば、うん、確かに集団面接に関しては何人かいるので、その方の話をちゃんと聞く姿勢を見せることと、あとは話が長くなりすぎないように調整すると割といいかなと思って、一方で個人は会話のキャッチボールになるような形で全部を話しすぎないで止めて質問を待つっていう感じを意識しました。確かに集団面接の時は聞く姿勢結構大事って言われますもんね、うん、自分だけあれこれ喋っても自己勝手な人間だと思われるので、僕はそういう人はね、よくないと思います。はい、ということで下の概要欄に南さんの SNS リンクも貼ってあるので、よかったら覗いてみてください。みんな覗いてみ、キラ。はい、ありがとうございます。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。